院より大声嫌がらせ、脊髄反射で口答え、脊髄反射で口答えなど、あのインターネットの掲示板のコメントなどを、引用しているんですけども、その意図、目的は何でしょうか。はい、草薙。脊髄反射で口答え、何よりもその通りであると思います。そもそもが内利他好で選挙違反をしたことを糾弾されたにもかかわらず、それをですね、司法の判断に任すであるとか、そのような言い逃れをし、論より大声嫌がらせ、5時間休憩してですね、その後に出た答弁はこちらの納得のいく答弁では全然なくですね、人を小馬鹿にしたような答弁なさってましたよね。我らのみならず職員さんの時間も5時間も無駄にしてましたよね。これが論より大声嫌がらせじゃなくて一体何なんでしょうか。